皆さんこんにちは、背景をですねちょっとアップグレードしてみました。 KO プロポ YouTube でございます。今まであのバナーを貼ってたんですけれども、バナーがちょっとね、まあ、シワシワだったりとかして、まあ、あまり見栄えがよろしくなかったんでですね、いろいろあのグレードアップしてみたんですけど、いかがでしょうか。まあ、この背景ね、あのいろいろグリーンバックに変えられるんで、まあ、今後もうちょっといい感じにできたらいいなと思って、まあ、この KO プロポ YouTube もですね、いろいろアップグレードしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、今回のネタはキャパシタになります。今ここにざっと並べてみたんですけれども、まあ、KO プロポで出しているキャパシタ現行品だけでもですね、ちょっとこうやってもう持ちきれないぐらい、こんなに種類が実はあるんですね。はい、こんだけあります。まあ、こんだけあると、まあ、当然、どの用途に何を使ったらいいかっていうのは、まあ、わかりづらくなってしまうんで、今回はそのキャパシタのですね、まあ、どのカテゴリー、どのクラスにはこのキャパシタがおすすめですよっていう、動画をやっていきたいと思います。まあ、これ、あの、ちなみにですね、あの、ブラシレスですね、ブラシレスモーター、ブラシレスアンプ専用の、キャパシタになります、すべて。はい。ということで、まあ、あの、順番に紹介していきたいんですけれども、まずですね、アドバンテージキャパシタ、まあ、全部アドバンテージキャパシタなんですけれども、まあ、アドバンテージキャパシタの A、B、C っていう、まあ、この3種類があります。まあ、これがですね、一応まあ、お値段お手頃、まあ、お手頃って言ってもまあ、1500円から2000円ぐらいするものなんですけれども、まあ、まあ、KO プロポのキャパシタの中では、まあ、お手頃価格なものになります。でですね、まあ、この ABC から、紹介していきたいと思うんですけれども、まずですね、アドバンテージキャパシタ A、こちらですね。こちらのキャパシタは、が一番あの、スタンダードな、まあ、オールマイティに使えるキャパシタっていう言い方をしてます。まあ、モデファイクラスの、まあ、速いモーターを使うカテゴリーから、ストッククラスですね、遅いモーターを使うカテゴリーまで、まあ、基本的にまあブラシレスのモーターアンプを使うカテゴリーだったら、まあどんなカテゴリーでも当たり障りなく、使えるキャパシタですね、アドバンテージキャパシタ A です。なのでまあいろんなカテゴリーでまあアンプ使い回すよなんて人はですね、まあ、何を選んだらいいか。いろんなカテゴリーやるけど、どのキャパシタ、まあ、キャパシタまではそれぞれ変えたくないかな。まあ、一つ一通りのキャパシタで全部やりたいかな、っていう方。まあ、とりあえず、この A っていうのをですね、選んでいただければ、まあ、どんなカテゴリーでもご使用いただけます。まあ、ただ、大きさがですね、まあ、そこそこ大きいですね。そこそこ大きいんですけれども、まあ、容量はそんな、配容量ではない。スタンダードなキャパシタになります。でもですね、普通にブラシレスアンプとかについている標準キャパシタよりかは、パワーが出るかと思います。はい、まずこれが A ですね。そして次にアドバンテージキャパシタ B。こちらはですね、ストック用なんですけれども、ストック用の中でも、ブーストターボを使用した、ストックですね、のカテゴリーに適したキャパシタになります。基本的にはですね、これ大容量タイプっていう、まあ、キャパシタなんですけれども、まあ、バッテリーから線外してもしばらくファンが回ってるような、特性を持つキャパシタですね。まあ、とにかく容量がでかいので、パワーが出ます。パワーが出るので、ストックモーター向けですね。特に、ブーストターボを使用する、まあ、要はノンブーストっていうとか、ゼロタイミングっていう、まあ、カテゴリーがあると思うんですけども、ではない、ブーストターボを使用したカテゴリーですね。まあ、これ日本特有だったりもするんですけれども、そういうクラスに、適したキャパシタです。で、まあ、とにかくパワーが出る系のキャパシタですね。これが、B ですね。で、次はその真逆を行くのが、このアドバンテージキャパシタ C になります。こちらはですね、逆に、これかなり、マニアックなキャパシタなんですけれども、モデファイクラス専用のキャパシタですね。あんまり他社で出してないと思うんですけれども、まあ、正直、マニアックすぎて、これあんまり売れません。売れ行きからすると多分このキャパシタ、ここにいっぱいあるキャパシタの中で、一番売れないぐらいマニアックなキャパシタですね。このキャパシタはですね、つけても、パワーアップしません。
基本キャパシタっていうのはですね、つけるとパワーが上がるんですけれども、っていうかまあパワーを上げるために、つけるんですけれども、このキャパシタはですね、逆にパワーを上げずに、立ち上がりが滑らかになります。なので、速いクラス向けなんですね。モデファイとか、速いクラスで、スロットル握った時に、綺麗に吹き上がっていくような、感じのキャパシタになります。なので、このキャパシタは、ここに並んでるキャパシタと違って、つけても、パワーが上がるキャパシタではないんですね。立ち上がりが滑らかになるキャパシタ。まあ、一番マニアックな、売れないキャパシタです。ただ、モデファイやる方には、もうモデファイクラスにはもう、どのキャパシタよりもいいと思いますので、まあ、過去にですね、まあ、結構 TITC なんかで、うちのサポートドライバーが使ってたりとかですね、まあ、全日本でも、使ってたりするぐらい、トップクラスで使えるキャパシタになっております。はい。それがですね、アドバンテージキャパシタ C ですね。はい。で、こっからはまたちょっと種類が変わってくるんですけれども、まあ、これですね、メガアドバンテージキャパシタ。値段が一気に高くなります。こちらがですね、定価5800円。まあ、これが1500円から2、3000円ぐらいだったのに対して、まあ、5800円。高いです。ただ、高い分だけパワーが出ます。あ、これもですね、ストックカテゴリー用のキャパシタですね。まあ、ブーストターボを使ったストッククラスから、ゼロタイミング、ノンブーストのストッククラスまで、まあ、幅広く全体的にストッククラスで使える、キャパシタです。高いです。ただ、高い分、パワーがものすごく出ます。ですね、ストッククラスのキャパシタっていうと、まあ、ここでアドバンテージキャパシタ B っていうのも、紹介したんですけれども、このアドバンテージキャパシタ B よりも、値段の分こっちの方がパワーが出ます。これはもうパワーはお金で買えっていうコンセプトで作ってはいないんですけれども、自分はそんな風に考えてます。まあ、お金を出せばその分パワーが出るっていうのが、メガアドバンテージキャパシタですね。でですね、このキャパシタにはもう一個利点がありまして、これはあんまり知られてないんですけども、たまによくレースとかで慌てて逆接しちゃった、パチンって逆接して、アンプ壊しちゃったっていう経験がある方って結構いると思うんですけれども、まあ、ちょっとの逆接ですね、軽い逆接だったら、このキャパシタがですね、まあ、1回だけは保護してくれる役目を果たしてくれます。まあ、1回だけですね。ただその、保護した分、このキャパシタは、壊れてしまいます。まあ、普通に動くんですけれども、1回逆接をしたら、キャパシタは交換してください。ただですね、軽い逆接だったら、このキャパシタが受け止めてくれて、まあ、ここに、まあ、ある部品が入ってるんですけれども、まあ、細かいことまでは多分言ってもわからないと思うんで、ここでは説明しないんですけれども、ある部品がですね、キャパシタの逆接、まあ、軽い逆接だったら一回受け止めてくれるんですね。で、アンプが壊れるのを防いでくれます。ただ、キャパシタは壊れます。でもですね、まあ、キャパシタがいくら壊れたって言っても、アンプ、まあ、1万円から、まあ、2万、高いのだと3万ぐらいすると思うんですけれども、3万円のアンプが壊れるのを5800円で、まあ、1回だけカバーしてくれますよっていう役割もあります。まあ、あまり知られてないんですけれども、それが、メガアドバンテージキャパシタですね。はい、こちらです。で、これのですね、まあ、後継機型といいますか、まあ、この後に出したんですけれども、メガアドバンテージキャパシタスリム。これ何か違うかっていうとですね、メガアドバンテージキャパシタはここに出っ張りがあるんですね、ここって。まあ、この分が、なくなってスリムになったメガアドバンテージキャパシタ。まあ、まんまですね。まんまの名前なんですけれども、この出っ張りのコブがなくなったスリムになったのがメガアドバンテージキャパシタ。で、このスリムになった分パワー落ちるんじゃないかって、思われる方は、まあ、結構多いかと思うんですけれども、まあ、正直に言うと、まあ、このコブの分だけのパワーっていうのはちょっと落ちてしまいます。ただですね、そこまで大きいパワーの落ちではありません。まあ、この辺の、まあ、安いキャパシタ、まあ、そんな安くもないんですけれども、この辺の、まあ、キャパシタなんかと比べるとやっぱそれでもですね、圧倒的にパワーがあります。
まあ、でも、ね、最近あの電動ツーリングなんかだとアッパーデッキにこのコブが当たってしまって、まあ、積む場所もだんだん少なくなってきてしまっているので、まあ、その積む場所を、まあ、選ばないとまでは言わないですけれども、まあ、より電動ツーリングカーに積めやすくしたのがですね、こちらのメガアドバンテージキャパシタスリムというものになります。はい、こちらですね。はい。まあ、これも値段は同じ5800円ですね。まあ、ただ、値段なりのパワーが出ますというキャパシタですね。はい。で、これとはですね、形が非常に似た、非常に似たアドバンテージキャパシタ D。これはドリフト用に作ったキャパシタです。たまにですね、メガアドバンテージキャパシタスリムと D、実は同じものなんじゃないのっていう、と聞かれることもあるんですけれども、まあ若干の、まあほぼ一緒です。ほぼほぼ一緒のものですけども、まあそこはですね、KO プロポのこだわりですね。まあ若干の味付けを変えているのが、アドバンテージキャパシタ D、ドリフト用ですね。まあこれの目的としてはですね、まあドリフトって意外と、スロットルのこの握り始めの初期の部分を、使うんですけれども、まあ、そこの握り始めが分かりやすくなります、まあ、パワーが出るからですね、パワーが出て、分かりやすくなるんですけれども、まあ、あとですね、まあ、カーペット路面とかですね、まあ、ドリフトの中でも、グリップが結構、高い路面で、パワーが出るので、よりドリフトのコントロールがしやすくなるっていうのが、こちらのアドバンテージキャパシタ D ですね。はい。まあ、こちらもですね、値段はちょっとお高い5800円になってしまうんですけれども、まあ、こちらのメガと、この辺ですね、この辺と同じくですね、まあ、軽い逆説ならこちら一回守ってくれます。なのでですね、まあ、お守り代わりに、ぜひつけていただけても、いいんじゃないかと思います。はい、これがですね、アドバンテージキャパシタ D になります。はい。という感じでですね、まあ、いろいろキャパシタ種類こんだけあるんですけれども、これをですね、カテゴリー別に、使い分けていただくと、まあ、ものすごい、まあ、アドバンテージキャパシタっていう名前だけにですね、まあ、かなりのアドバンテージになるんではないかと思います。はい。ということでですね、まあ、最後にちょっともう一回軽くおさらいをしていきたいと思うんですけども、オールマイティに使う A。まあ、A だからオールマイティって覚えてもいいと思います。で、ブーストのストックに使う B。まあ、B だからブーストストックで覚えていただくといいかもしれません。ブーストストックの B。そしてですね、まあ、覚え方はないんですけれども、モデファイ専用の C ですね。はい。それから、パワーはお金で買うメガアドバンテージキャパシタ高いけど、めちゃくちゃパワーは出ます。そしてそれが、スリムになりましたっていうメガアドバンテージキャパシタスリムですね。これも、高い分だけのパワーは出ます。そして最後にドリフトに適した、アドバンテージキャパシタ D ですね。 D、ドリフトの D です。はい、ということでですね、まあ、こんだけのキャパシタあるんですけれども、ぜひですね、皆さん、この、キャパシタ使いこなしてですね、アドバンテージを手にしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回はですね、キャパシタについての、お話をしてみました。それではまた。